青色が優れませんね。ええ、少し目がいが。私も何度か調査で訪れていますが、未だに慣れることがない。本当に嫌な場所ですよ、ここは。ルルイエ、それは邪神ガタノゾーアにウルトラマンティガが最後の戦いを挑んだ場所。 この奥だ。行くぞ。はい。間違いない。この壁の中だ。 セットしろ。はい。ここ、ここを開けてはいけない。下がってください。危険です。下がってください。セットしろ。はい。あ。
大悟と柳瀬レナとは神と改宗の前で夫婦となる誓いを立てました。故に私は父と皇と聖霊との皆において、この兄弟と姉妹とが夫婦であることを宣言いたします。神が合わせられたものを人は話してはいけない。 もうすぐ会える。 何でもないよ。早かったね、この2年。日本に帰るの延期する？ついでに結婚式も延期する？おい<笑>冗談。レーナ、なんでそういう冗談ばっかり言うんだ。 また朝が来たね。今日という未来、すべての命を育む光だ。ねえ大吾、帰ったらお願いがあるんだ。お願い？佐伯隊長、私は石像を運び出すなんて聞いていません。 私は上から、そう指示されています。失礼。佐伯だ、輸送船の到着はまだか？何をしてる？ここを爆破します。起爆装置を離せ。爆薬が全て爆発したら、この空洞ごと吹き飛ぶぞ。 石像は封印すべきです。手遅れになる前に。それを渡せ。FK 核はすでに動き出している。もう後戻りはできないんだ。
私たちも知っているはずよ。人がむやみにウルトラマンの力を手にすればどうなるかを。確かに正木警護は失敗した。だがそれは十分な準備が整っていなかったからだ。 あなたもガッツの隊長ならもっと信頼すべきですよ。逃げて。TPCの科学力と人間の英知を。逃げて。そんなバカな。 入間隊長からの連絡が途絶えてすでに2日だ。探査衛星からのデータを解析した結果、遺跡の中心部が崩落、調査隊の生存はほぼ絶望的かと。本来なら自分が行くはずの調査でした。今回は私が行くわ。科学者として久しぶりに長古代の香りを感じてみたいの。 実は現在 TPC 滅び去った超古代の町。本当に嫌な女。<笑>何度私たちの邪魔をすれば気が済むの。 戻ってきよった。<笑>ちっとも変わってねえな。おい、
ただいま。帰りました。うわ、息もぴったりやん。僕たちの入る余地。まるで。なし。冷やかさないでくださいよ。いや、冷やかすよ。この二人はな。お前が始めたんだろ。冷やかしたの。リーダー。リーダー。二人とも元気そうだな。リーダーこそ。リルマ隊長は？え、隊長な、ちょっと調査から戻り遅れてんね。あ、そうそう。心配するな。 二人の隙間でには絶対に帰る。出迎えるなり、あの二人騙さなあかんとはな。別に騙したわけじゃないだろう。ん？リーダーが約束した通り、俺たちが隊長を連れて帰ればいい。 私ね、もうすぐ結婚するんだよ。昔の恋人、僕たちのこと許してくれた。さあね、直接ミュウに聞いてみたら。僕が？ なんだって？どうやらOKみたいよ。よかった。大吾、お願い聞いてくれてありがとう。平和だね。なんか自分がウィン軍乗って戦ってた頃が嘘みたい。 こんな安らかな日がいつまでも続くといいのに。続くさ。本当？もう戦いは終わったんだ。これからは二人同じ未来を見つめ生きていこう。 渋滞に巻き込まれてすっかり。もっと遅くてもよかったかも。リーダー、強力なエネルギー反応です。以前 ティガの地のピラミッドで観測されたパターンによく似てます。何？どういうことだよ。まさかこの遺跡の中にも石像が隠されてるって言うんじゃ。可能性はある。調査隊もそれを知ってて。今は隊長の安否の確認が先だ。着陸するぞ。了解。 新庄、そっちはどうや。何や、この電波状態は最悪や。本当に嫌な場所だ。ここ誰や。
もうすぐ結婚式ですね。うん。レナさんのウェディングドレス姿綺麗だろうな。当然だって。ダイゴが選んでくれたドレスだもん。あ、もう聞くんじゃなかった。招待状とかいっぱい出したんですか。お世話になった人には一応。私にはくれないの。人間の怨念とはすごいものだ。死んだから3000万年も過ぎて、今も呪いの声を上げ続けている。一体何言うてんねん。あなたもその仲間入りをしませんか。この私みたいに。会いたかったわ、ずっと。お前は？私のこと忘れたの？あの女と同じね。でもすぐに思い出す。すぐにね。バジア。こいつは。滅亡の闇が蘇った。グータイ、この怪物が調査隊よ。戦いはまだ終わっていなかった。でも今の僕は、僕にはどうすることも。力が欲しいのね、巨人の力が。使いなさい、それはあなたのものよ。怪物がいっぱいだ。何やねこいつら。もしかしたら隊長もこいつらに。あ、そんなことあるか。早くリングに戻るんだ。ひとまず撤退するしかない。了解。はい、さあ早くその力を手にするのよ。それが本当のあなた。3000万年前、私たちと一緒に世界を滅ぼした、それがダイゴ。あなたの姿なのよ。起きて、ママ、起きて、ママ、起
なくて。何でも。でもすごい顔して。何でもないって。ごめん。ゾイガーか。はい。ルルイエは今や奴らの巣窟と化しています。調査隊はその怪物たちに襲われ連絡を絶ったということか。F 計画の詳細を自分は知りません。ただそれが今回超古代の封印を解いたとしたら、ティガは消滅した。人類は未知なる敵に対抗しうる力を失ったのだ。あなた方はそのことを本当に理解されているのか。光の巨人の謎を解明し絶対的戦力として利用すること、それが TPC、 いや人類にとっていかに急務であるのか。ティガなき今我々には新しい力、つまり防衛兵器としてのウルトラマンが必要なのだ。南雲、総監の前だ、言葉を控えろ。控えません。多少の犠牲を払っても我々は強くならなければならない。言ったはずよ。今の私たちにあの結界は破れはしない。うわあ、もう我慢できねえ。早く人間どもの恐怖の叫びをこの体いっぱいに浴びて。もう少しの辛抱よ。彼は必ず自分の意志でこの場所へ戻ってくる。綺麗、まるで星空みたい。レナ、何？いや、いいんだ。私ね、ダイゴと結婚したら子供たくさん作って、そうしたらみんなで話して乗ろうね。乗ろう、必ず。指切りよせよ。もし約束破ったらハリセンボン飲ましちゃうんだから。やめろって。いいでしょ。よせって。ダイゴ、カミーラ。待てよ、待てったら。レナ、カミーラって、カミーラって何なの？そんなこと言ったかな。なんでごまかすわけ？どうしてちゃんと話してくれないの？私は担当直入に引く。入間隊長の生存の可能性は？わかりません。ですが遺跡を完全に破壊し怪物どもを殲滅するしかあるまいな。吉岡長官、信者、もし奴らが遺跡から飛び立てば甚大な被害が出る。その前にわしらは最後まで隊長。今はもういない。
それは南雲の言った通りだ。確かに今回の事態は我々 TPC が撒いた種だ。しかし犠牲は最小限にとどめなければならん。この闇に出口などないわ。お前は生き続けるんだ。この暗闇の中で絶望と苦痛に苛まれながら永遠に。じきに彼は運命を受け入れるわ。今度こそお前の好きにはさせない。今回は私が行くわ。科学者として久しぶりに超古代の香りを感じてみたいの。隊長。これを持っていってください。お守りです。防衛軍時代自分はこれに命を救われました。ありがとう。大事にするわ。リーダー。ダイゴ、すまん。お前たちに心配かけまいと今まで黙っていた。やっぱり入間隊長に何かあったんですね。ダイゴ、お前はもう十分に戦った。自分を犠牲にし、いつも俺たちを助けてくれた。だが、お前はもうティガではない。人間なんだ。普通の人間として幸せをつかめ。普通の人間。それが本当のあなた。教えてくれ。僕は見た黒い三人の巨人を。そして僕は相手たちは。やっと思い出したのね。しゃあ。
暗い席の中であなたのことだけを考えていたわ。最強の戦士でありながら私たちを裏切ったあなたのことを。3000万年前、共に強大な力を手にした仲間をあなたは閉じ込めた。あの女の口車に乗せられて。うわっ！貴様、なぜ隊長を。あの女が受け継いでいるからよ。地球星警備団の団長、ユザレの遺伝子をね。人間は愚か。でも、ダイゴだけは許してあげる。私たちのもとへ戻るなら。ふざけるな。どうしてお前たちなんかと。愛していたから。あなたのこと、ずっと愛していたから。そしてあなたも私を愛してくれた。それは。どうしたの？早く受け取りなさい。そしてもう一度、闇の力を。僕は、お前たちとは違う。ダイゴさん、どこにも外傷は認められなくて。レナの様子は？その後何か話したか？ううん、何も。明日、ルルイエの遺跡に対し一斉攻撃を行う。多分これがガッツとしての最後の任務や。最後は巨人同士が争い、全て滅びたというのか。そうなのか、ユザレ。カミーラ、ダーラ、ヒュドラ、3人の巨人が復活した時、私が仕掛けた結界はこの遺跡を包み込み、100年の間だけ全ての闇を封じ込める。でもダイゴが再び闇の力を手にしたとき、奴らは遺跡より解き放たれる。三人は無敵となり、また世界を闇へと染めるでしょう。もし僕が行かなくても、百年の後に奴らは蘇ってしまう。人の心から闇が消え去ることはない。僕はどうすればいい？ダイゴ、あなたは光であり、人である。答えは自分自身で出さなければならない。
何かあったら知らせてください。お大事に。ありがとう。レナ、ごめん、心配かけて。行くんだね、また一人きりで。入間隊長は生きている、だから僕が迎えに行ってくる。どうして、どうしてダイゴだけが苦しまなくちゃいけないの。やっと、やっと普通の人間に戻れたのに。僕は人間だから、人間として逃げるわけにはいかないんだ。待って、私たち結婚するんだよね。当たり前だろ。レナ、待っててくれ。私、もう二度と戦うつもりはなかった。
でも今行かないと絶対後悔する。そんなの嫌だから。ガッツ隊から作戦を一部変更したいとの要請が。許可したまえ。は？許可したまえと言ったんだ。はい。沢井、連中は勝てるのか？勝つさ。私はいつだってそう信じてきた。Gate F4 opening.開発中の宇宙型心臓艦に比べれば見劣りはするが、まだ十分に戦えるはずだ。改良も加えたしね。我々にとっては最高の船です。ルナ隊員、結婚式楽しみにしてるよ。はい。マキシマオーバードライブフルチャージ。よし、アートレス成功。発進。発進します。待っていたわ。本当に来やがった。とぼけていりゃ100年先まで人類も無事にいられたのによ。お前だって普通の人間のまま暮らせたんだぜ。やはり力が欲しいのか。隊長は、イルマ隊長はどこにいる？怖い顔。でも好きよ、ダイゴ。あなたは誰よりも強い闇の力を持っている。もう一度その力を私たちに見せてちょうだい。たとえ人の心から闇が消えることがなくても、僕は信じる。人間は自分自身で光になれるんだ。どうした？強力な磁場の歪みがルルイエの遺跡より発生しています。何だと？世界各地で闇が太陽光を遮断していきます。一体何が起きてるんだ？ダイゴ、あなたのおかげで結界は消滅したわ。さあ、私たちと共にこの地球に恐怖と絶望を。言ったはずだ。僕はお前たちとは違う。僕はお前たちを倒す。たった一人きりで何ができるというの？待て、俺が行く。マイフレンド。
宙膨大なエネルギーや。以前ダイブハンガーを襲った闇よりも強力です。ひるむな。あの奥に必ず隊長が待っている。行きます。小賢しい人間ども、お前らに用はない。ゾイガーが向かってきます。全門開放。はい、一斉攻撃。厳しさ。エンジンを狙ってきやがった。第二エンジン停止。推進力 20% ダウン。俺がガッツウィングで叩き落としてやるぜ。システムは作動しない。ウィングゲートが開きません。野放しにはさせない。わけにはいかない。
闇のパワーを光に変えた。3000万年前のあの時と同じ。ゾイガーは外には出れまい。ウィングゲートのシステム回復しました。ヤズミ、イルマ隊長の位置を。隊長の PDI 反応はまだ検知されません。オリー、新庄、俺とガッツウィングで出るぞ。了解。私も行きます。
ゾイガーの攻撃が収まりよった。リーダー、起爆装置のパルス反応をキャッチしました。きっとそこに隊長がいます。指示を頼む。ついに来てくれたのね。私たちが愛し合ったこの場所へ。残念だわ、今は殺し合うしかない。いや、レナ追え。おそらくそこにダイブがいる。了解。愛の力ってやつか。3000万年前のあの時もそうだった。ユザレの口車に乗り、私たちを裏切り、あなたはそうやって光の力を手にした。ダーラムのパワー、ユドラの俊敏さ、そして私の闇の力を奪い取って。なぜ闇の力を否定する。それが人間の本質だというのに。ダイゴ、死なせない。派手な花火を上げてくれたおかげです。それを言うならあなたのおかげよ。今はでもこれで何もかもが吹っ切れたわ。思う存分お前を殺せる。you
くわー、うるしゃしたよね。だから私たちの未来のために立ち上がって、ダイゴ、お願い！守るものがある。たくさんの仲間が、そして何よりも大切な人が。までが、あれは滅び去った超古代の戦士たち。ここに眠ってたのは闇だけじゃなかった。
ルイエの遺跡が沈んでく。レナ、新庄、早く脱出するんだ。ダイゴー、レナ、新庄、早く戻って。レナ、あかん、レナは死ぬ気や。Daigo! Rena! Daigo! Rena! Live! ただいま。二人とも元気でな。リーダーたちも。研究成果、楽しみにしてるよ。火星に植物を。それが二人の夢ですから。頑張れ。
とうとう一番だな。寂しくなるぜ。やだお兄ちゃん、泣くことないじゃん。バカ野郎、泣いてねえよ。嘘つけ、アホ。こういう時こそお前、笑顔でな。さあ、出発の時間ですよ。ダイゴ、レナ、幸せね。はい。頑張れよ後輩。世界を変えてゆける時代を超えて